久しぶりにね、クソ滑ったな、っていう <laughs>、あの、滑ったってそもそも何なのよっていうね、話になってくるじゃんかね。よく滑ったとかさ、言うじゃんか。うわ、なんかめっちゃ滑ったわ、今、みたいな。雪とかの話じゃないよ。あの、今週雪降ったから、ね。あの、雪で足取られて滑ったとか、その話じゃない。そっちの滑ったじゃなくて、お笑い芸人として滑ったの話を今から。 するのねごめんね、あの、俺も丁寧じゃなかったわ。今、あの、番組冒頭のトークの入り方が、あの、ちょっとね、丁寧でじゃなさすぎて、えー、勘違いしてしまう方もいたかもしれませんが、お笑い芸人として滑ったの方の、えー、滑った、えー、久々に滑ったなっていう、まあ、話になってくるんですが、先週の金曜日、えー、2月の2日かな、えー、うちの事務所の毎月恒例のお笑いライブ、いきなりライブが、ございまして、 えー、会場に足を運んでくださった皆様ありがとうございました。で、まあ、ネタをやるわけですよ、当然。芸人ですからね。で、私のネタ時間があ2分。ね。まあ、誰も2分なんて守らないんですが、ね。本当は良くないのよ。本当に。誰も守らないから、毎回ニードルとスーストのトーク時間がなくなるわけであってね。 え、守らなきゃいけないんですが、収まらない。ね。どうしても、2分で作ったのに3分になら、これもあるあるですからね。それを収めろっちなんですが。で、えー、ま、2分ネタをやって、あのね、フリップネタをやったんですよ。あの、得意のね、モニター引っ張り出してね、あの、iPad つないで、iPad の画面をシュッシュシュッシ,シュスワイプしてっていうモニターでね、フリップネタをやったんです。で、 まあまあ、受け、受けてたというか、それを受けてるって言ったら、お前も終わりですよっていうぐらいの笑いの量でしたが、まあ滑ってはいなかったわけ。そう。この例えが正しいね。別に滑ってはいなかったが正しいよ。ね。俺のネタが受けてたかって言ったら、決して受けてたっていうことの笑いの量は取れなかった。残念ながらね。えー、あれが今の私の実力の限界点なんでしょう。ね。さほどそこまで笑いが取れてるわけではなかったが、滑ってもいなかったわけですよ。ね。まあまあまあ。 記憶には残らないよねっていうね <laughs>。ライブを見に来たお客さんの記憶には一切残らないよねっていうレベルの笑いの量だったわけです。先週のイライライブで。まあ仕方がない。慣れてますよね。それ慣れちゃいけないんだけども。で、まあフリップだからめくるたびにまあボケが来るわけじゃんね。で、その都度まあや、やや,や受けですよ。ね。ああまあまあまあ、なんかもうちょっと欲しいな。でも仕方ないかこのぐらいのボケじゃんみたいな感じでまあめくってたわけですよね。で、 終盤のね、フリップ、俺正直ね、受けると思ってたの。そのめくりに関しては、間違いなく受けると思って、結構自信を持ってね、自信満々で。なんなら、それ、事実に基づいたフリップネタだったんだけども、それをね、知り合いに話したら、その知り合いは爆笑してたわけよ。めちゃくちゃ面白いわ、それ。ってなって、 なんかライブとかでゾーレさトークとかで喋ったらいいんじゃないのとか言われてて、で、それもあったからちょっとフリップにしてたのよ。だから自信があったわけ。で、あの、じゃあ、そのフリップをシャってめくりまて喋りながらね、なんちゃらだったんですよってめくった瞬間に、客席が、すんもう、すんなんだろうね。あの、よく滑ったってさ、ね。 滑ったとはいえ、例えばお客さんあの日が50人ぐらいだったのかなイギリライブの50人ぐらいお客さんがいて、一人二人は笑う人いるのよ。ちょっとうっすら笑い声が聞こえるみたいなのは全然あるの。そうじゃないもん。あの日いた50人誰一人声を発しなかったの。それをめくった瞬間。<laughs> で、俺、あの、残念ながら受けると思ってめくっちゃってから、動揺しちゃってさ、急にわたわたしちゃって、ね。 わたわたしてなんか変なごまかし方とかしちゃってさ。でも、うやりながら、もうなんなら舞台履けた後も、いやー、あんだけ綺麗に滑ったのは久々だなと。ね。いや、私言うて滑りますから、しょっちゅうね。ちょくちょく、うけ、あ滑ったな、受けなかったなっていうことはあるにせよ、あんだけ、一っ一人、一っ一人っていう言葉の使い方おかしいけど、 誰一人、あの日会場の客席にいた50人、誰一人声を発さない。びっくりした、俺。死んでんのかと思った、ほんとに。客席のみんな。急にみんな、なんか心臓止まったのかと思った、ほ、うんとはね。そしたらちゃんとみんな生きてたから、あ、全然死んでないじゃんと思って。元気じゃん、みんなと思って。ならなんで声出さなかったのと思いながらね。<laughs> びっくりぐらいするぐらい滑っちゃって。で、な、そんだけ滑るってどんなフリップめくったんだよって話なんだけども、ね。 要は、ウーバーいつあるあるみたいだろうネタをやったわけ。ま、あその時点で受けないだとは思ってたわけ。ね。またこいつウーバーの話してるよって思われると思ったから。ただ、ま、あいろいろ諸事情あってもそのネタしかできなくて、俺だってやりたくてやったネタじゃないわけよ。ね。いやそれに関しても後で話そうとは思ってるんだけども。あのー、とあるマンションにお届けに来たと。ね。 で、お届けに来て、あの、お客さんのね、情報欄があって、そこの備考欄を見たら、ケチャップもらってきてくださいって書いてあったと。ね。ただ、ケチャップをもらってきてくださいっていうのは、もうお客さんの部屋の前で気づいちゃってるから、今更取りに戻れないと。だからどうするかって言ったら、もうお客さんに丁寧に謝るしかないよねっていうふりがあって。で、お客さんのお名前を見たら、 可愛い女の子っぽいお名前だったわけですよ。で、あー、俺が勝手に女性だって思い込んだと。で、しかもお名前もすごい優しそうなも、名前だから、素直にすみません、もらってくんの忘れましたって丁寧に謝れば、まあ許してくれるだろうということで、ピンポン押して扉が開いたら、上半身裸でガッチガチにタトゥーが入ったおじさんが出てきたっていう <laughs>、人下りだったんだけども、まあ、受けない。もうあの、多分、 タトゥーを取り扱った段階で NG だったんだろうなと思って。俺、ま、それか本当につまんなかったかのどっちからなんだけど、なんか、俺はほら、ね、つまんなかったっていうのを認めたくないわけ。ね <laughs>。俺としては面白いエピソードだと思って出してるから、俺はつまんなかったとは認めたくはないから、タトゥーを取り扱ったことによってお客さんが笑いづらかったんだろうっていう方向で、とりあえず俺の中で今落ち着いてはいるんだけども、ね。落ち着いてはいるんだけども、実際はわかんないよ。 本当につまんなかったのか、いや、タトゥーは笑えないよとか知らんけどもね。ただ別にさ、タトゥーなんて普通にオシャレで入れる人もいるから、あれなんだけども、あの、本当に、滑覆のいいおじさんで上半身裸でガッツリ入った人が、ドーンって出てきて、あ、やべえ、とやべえ、ケチャップ忘れたって言いづれ、みたいな感じになったわけ実際ねで。それがまあまあ、えー、ライブでやったら、もう一人も笑わない。もう、 呼吸をするのをやめてしまったのかと思った。お客さんたちはみんな、本当にそれぐらい滑って、いや、滑ったなーと思って。で、まあね、ただその滑った滑った言ってますけど、あの日はもうその滑るべくして滑ったなと思ってるわけですよ。ね。っていうのも、なんかね、その、この番組でもちょくちょく言ってんだけど、なんかここ、年末年始、年末ぐらいから、全然ネタが思い浮かばなくなってるわけです、今。 まあ私はもともとネタ書けるタイプの人間じゃないので定期的にあるんです。年間ね。年通して1回は必ずネタが書けない時期が来るんだけども、11月に、えー、送る言葉っていうネタを作って、で、それがまあめちゃくちゃ受けたわけですよ。で、その11月の受けたネタを最後に全く思い浮かばなくて、とりあえず12月と1月のライブに関しては、えー、ストックしてたネタと、 なんとか絞り出したネタでごまかしたわけですよ。ごまかしたって言い方もあれなんだけどね。なんとか乗り切ったわけ。ただ2月のこの間の先週のいきなりライブのネタが本当に何にも思い浮かばなくて1週間ぐらい前まで。で、どうしようって考えた結果、久々に過去ネタでもやろうかなと。別に過去ネタやることはタブーじゃないので。で、1回しかやってなくてやりたいネタがあったからそれをやろうとか思って余裕ぶっこいてたわけ。 セリフ、ね、古い台本引っ張り出して、覚えてみたいなやつをやってて。で、えー、2、3日前に社長に、あのー、その時のネタの音源残ってますかって言ったら、何にも残ってないって言われて、そこで、あの、<laughs> やべえってなって <laughs>、もっと早く確認しろって話なんだけど。で、新しく作るにもちょっと時間かかるなと思って、ちょっと、あの、過去ネタの音源を新しく作るのは特策じゃないなということで、 急遽やっぱもう作るしかねえなっていうことで、えー、前日前々日あたりから考え出して、なんとか苦肉の策で思い浮かんだのがあのネタだったんですが、まあなんか言うてやっぱり、 私も言うてそんなにやりたいネタじゃなかったわけね。まずね。まずね。最後まで聞いて。まあ、あそんなにやりたいネタじゃなくて。それでいて、まあでも、まあ舞台には立たなきゃいけないしな、みたいなね、感じで、舞台袖に立ってさ、俺の前がね、えー、相沢くんかなって、てその前が前高くんがネタやってたと思うんだけども、袖でね、若手たちのね、ネタを見ていて、で、そのまんまさ、なんとなくチラッと客席を見たわけよ。したらお客さんたちが、あははははーって笑ってて、それを見た瞬間に、ふと冷静になって、<laughs> なんか、テンション、なんかいまいちモチベーションが上がってない人間が、やりたくもないネタを、お金を払って、貴重な時間を割いて見に来てくれた人の前で、披露するのって、終わってるよなって思っちゃって、俺ほんとに、袖で、なんか袖でその光景を見た瞬間に、あ,あ、俺は今日舞台に上がっちゃいけないわ、と思って、 かといって今更やっぱやめまーすとも言えないから、まあ出るかと思って、でももうそういう考えに至ったらテンション下がってきちゃってどんどん。あーなんか申し訳ねえなーみたいな。で、俺のバーになって出てったんだけども、なんかやっぱいまいちね、わかんないよ。後から動画で見たらいつもと変わんないかもしんないけど、なんかちょっとね、 スイッチが入りきらないまんまぬるっと入ってしまった部分もあってで、俺フリップをめくりながら、一枚めくるごとにお客さんに対して、ごめんなさいって心の中で謝罪、ほんとすみませんと思いながら謝罪しながらフリップをめくるみたいな、え感じで。ほんとにちょっとね、あの、先週の、なおの国に関しては、 えー、私が客観的に一言、あのー、何かね、伝えることができるのであれば、えー、今すぐやめろっていうね。<laughs> あの、お前、先週のお前は今すぐ芸人をやめろっていうぐらい、本当にあの、もうやっちゃいけないような、あの、テンションでお送りしてしまったなと。えー、なのでその後ももう楽屋から俺一切出ませんでしたから、ずっと楽屋にこもってなんか、ああ、何をやってるんだと思いながらね。で、チョムさんと話してちょっと気持ちを回復させてみたいなね。あの、チョムさんは私の心に栄養を与えてくれるね、特別 な存在ですのでね、えー。なのでね、ちょっとね、あのあんまりよろしくない感じが続いております。ここ数ヶ月ね、芸人としてもうこのままちょっと踏ん張りどころな感じがしますね。えー、このまま頑張って続けるべきなのかね、あの身の振り方を考えるの結構怪しいラインにはいるなと思っておりつつも、えー、ただまあやっぱね基本的に舞台に立つのは楽しいですしね。えー、ネタなんてね思い浮かぶときに突然バーって湯水を豊く湧いてきたりもしますんでね、えー、もうちょっとねあのー、粘ってね頑張っていきたいと思っておりますんで。 まだ見放さずに、私を若干噛みましたが、まだ私を見放さずにね、え、あの、応援していただければ、いいんじゃないかなと思っております。なんか、お通夜みたいな <laughs>、お通夜みたいなオープニングになっておりますが、そろそろ参りましょうゴールデンライン木曜、直道のク今夜も来られる 改めまして、こんばんは。ゴールデンライン木曜直道のク今夜も怒られるパーソナリティの直道のクです。この番組はラジオ3のゴールデンライン枠で直道のクがあだこだお話をしながら、多、えー、他方面から怒られるそんな30分番組となっております。すごい。から元気がね。 カラー元気がすごいですよ、本当に。<laughs> カラー元気、カラー周りがすごいですね。<laughs> 急に頑張って、テンションを上げました。タイトルコールだから元気にやんなきゃみたいな感じでテンション上げましたけどもね。えー、そんなこんなで、まあ、いきなりライブありがとうございました。あのね、すごいなーと思った話があって、あの、打ち上げね、毎週、あ、毎月毎月いきなりの終わりに、打ち上げに行くんですよ。で、私は一応ベテラン芸人の皆さんに連れてっていただいて、 受けてるのでありががたいいこととに大人ずという打ちち上げがあっってそっちの方に参加したんですけどもあのー、いつも通りにしてたつもりなのよ。本当にいつも通りにしてたつもりなんだけど、山内さん、うちの事務所の先輩でね、あのもう大先輩ですよ。ね、爆笑オンエアバトルにもガンガン出てたような、もうね、トップでやってたような方ですけども、山内さんがね、斜め向かいに座っていて、俺いつも通り普通にしてたつもりなんだけど、山内さんが、 あれ早坂さんって言ってきてね。あ、俺早坂って言うんだけど。早坂さんって言ってきて。どうしたんすか早坂さん。テンション低いじゃないですかって言われて。で、俺さ、あ、やべえ。なんか悟られてると思って。いや、そんなことないっすよ、と。で言ったんだけど、いやいやいや、明らかにテンション低いですから。どうしたんすか今日。みたいなことを言われて山内さんにね。大先輩なんだけど。で、<laughs> いや、ほんとそんなことないです。で、これはなんかダメだ。バレちゃいけないと思ったら、いや、いつもこんなもんですよ、俺のテンションなんて、みたいな話をして。で、山内さんが、ほんとそうかとか、言いながら、とりあえずその場はことなきを得たんだけど、さすが山内さんだね。なんかもう悟られてた。あ <laughs> の、俺のあの日のテンションを悟られてた。俺全然テンション下げて、打ち上げ参加したつもりなかったんだけど、 なんか山内さんには、明らかになんかテンションが低いように見えたようで、だって他の人に言われてないもん。ストスタもニードルも別に、いつも通りのし、ね、会話をしてるから、なんてことはなかったんだけど、山内さんだけ、あれ、早坂さん、今日どうしたんすかみたいな感じで言ってくるから、ああ、なんかやっぱ、さすが、なんか、 見えてんのかなみたいなね。<laughs> あの、オーラみたいな。背中入り待って、人々が皆背負っているであろう、色のついたオーラみたいなものが、もしかしたら山内さんは、見えてんのかねと思いながら。で、なんかこう、ちょっと、えー、ね。まあ、そのテンションが下がったっていうのは申し訳ないな。お客さんに対して申し訳ないなとかね。そういう気持ちとか、やべえなネタ思い浮かばねえな。どうしようかなみたいな、なんかいろんなのがあってのテンションの下がりだったんだけども、なんかね、山内さんはね、それを悟っていたようで。 いやーなんか、すごいなと思って。まあ、ね、悟られちゃいけないわけだからね。<laughs> ごまかして、俺も必死にごまかした。<laughs> そんなことないっすよ、みたいな。そこで、いや、実は、とか言ってしまうと楽しい打ち上げがね、変な空気になるから、 そういう風には絶対言わなかった。ね、言っちゃいけないからさ。あの、すんごい誤魔化して、いや、いつもこんなもんですって俺はって言いながらね、誤魔化しはしたけども、ね、なんかさすが山内さんだなとかちょっと思ったりして。えー、というわけでですね、あの、ちょっと重大発表がありまして、この流れだと芸人辞めますみたいなね。<laughs> この流れだと、あの、なおみちのく、年内で芸人を辞めますみたいな発表になりますけども、ちょっと芸人を辞めるみたいな発表じゃないんですけどね、あの、ちょっとね、 ついにね、なおみちのく、ウーバーイーツを卒業しようかなという。 えー、これはかなり重大よ。本当に。あの、だいぶね、あの、リスナーの皆さんね、あの、みんな肩すかし食らったような感じになってると思いますけども。ちょっとね、そろそろウ、e えーバーイーツを、やめようかなと思っていて。まあ、理由はいろいろあるんだけども。まあ、やっぱりその、ウーバーイーツが、ね、日本とか仙台に上陸した頃に比べると、まあ、稼げなくなってきたっていうのはあって。でも、全然成人男性が、一、えー、1ヶ月暮らすぐらいは稼げるんです。頑張ればね。頑張ればだよ。あのー、 で、私は一応、あの、1ヶ月、ウーバーで、まあ、飯食えるぐらいは、なんとかギリギリ稼げてはいるんですけども、あの、ちょっと体が限界になってきているというか、まあ、これに関しては、なんか誰にも言ったことないし、この収録前にもね、ストスタのイトカさんに言ったら、おお、マジかよ、みたいなことを言われたんだけど、結構俺ね、体の痛みを我慢しながらもうずっとやってて、1年半ぐらい前からね、ずっともう慢性的に両かかとが痛くて、 かかととアキレス腱か。両かかと両か、アキレス腱がまあめちゃくちゃ痛くて。で、地面にはね、もう常に日々よ。24時間、1年365日、地面に足をつくたびにすんごい痛みが走るわけ、かかとに。ね。で、家に帰って寝るじゃんか。まあ寝なくてもいいわ。1時間ぐらいベッドの横になる、じっとする。ベッドから降りようとすると、 足ついた瞬間、もう電気走るぐらい痛いの。で、もう足首あんま動かないからロボットかペンギンかみたいな、ペタ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 ,ペタ歩いてなんとかトイレまで行くみたいな、それぐらい結構もう足が限界来てて、で、かかととアキレス腱だけじゃなくて、あと膝膝ももうウーバー始めてほどなくして悪くしてしまったので、あのー、もう全力疾走ができないんだよね。 ついにあの、3、4年前、ウーバーやる前までは、結構元言うてもっと陸上部ですから、ね。富ヤのチーターと呼ばれたね、私なおみじのくですから、全力シストとかバーってできたんだけど、もう、膝がスムーズに動かなくなっちゃって、ウーバー始めてから。もうね、なんか、俺の実力はこんなはずじゃないのに、みたいなね。バーって走った時に、クソ、俺の実力はこんなもんじゃないのに、なんでこれしかパワーが出せないんだ、みたいな感じで完全に両膝いっちゃってて、 もうまず足が結構厳しくて。で、それでいて、あとはあの、ぎっくり腰さ、結構俺よくやるんだけど、それもよくよく考えると、やっぱりウーバーイーツ始めてからだからね。ウーバーイーツ始めてからぎっくり腰になるようになったから、やっぱ重いものを背負って立ったり座ったりすることによって腰に負担がかかってたっていうのもあるので、ちょっともうそろそろ厳しいなと。でもよくよく考えたらそうじゃん。1年365日のうちさ、 何日ぐらいウーバーやってんのかな ?200 日ぐらいやってんのかな ?200 日とか250日。そんなにやってないかわかんないけども、えー、下手したらさ、2週間とか休まずやってたりするわけ。1日10時間とか12時間とかチャリコぐ日もあって、そりゃさ、ぶっ壊れるよね。冷静に考えたら。 普通に12時間チャリンコこぎ続けを1週間とかやったら、そりゃ関節死ぬよと思って、冷静に考えたらね。しかも、俺もともと体硬いし、38のおじさんだし、そりゃ若い子だったらならないかもしんないけど、そりゃ体もぶっ壊れるわなということで、そろそろもうあのケアもしたいと。で、病院行けよって話なんだけど、こういうものに関しては、病院に行ったところで、じゃあちょっとあの、安静にしてくださいと。しばらく休みましょうねって言われるのがオチだから。 で、俺休めないから、ウーバーやってる限りはね。だからずっと病院にも行ってないんだけど、ちょっと病院にもかかりたいから、ちょっとそろそろウーバーイーツを、えー、卒業しようかなということで、なので、ちょっと今日ね、あのー、YouTube 生配信とインスタ配信もせっかくしてますので、なんか、おすすめのバイトありませんっていうのを聞きたいの。本当に皆さんにね。 あの、ぜひ、あのー、なんかコメントポーンと送っていただければ。つってね、こういう、大体ね、コメントを募集すると来ないんだよね。わ <laughs> かってんだよ、俺。もう言うて十何年こういう仕事やってるから、コメントくださいって言うと来なくなるってのはわかってるんで、あれなんですけど、なんかのバイトをしたいんだけど、何やっていいかわかんなくて、なんかコンビニとかも違うよな、とか思いつつね。で、条件があって、まず、髭を剃りたくないわけ。で、髭剃りたくないっていう時点で結構ね、 いろんなバイトがもう NG になると思うんだよね。俺が前にやってたレンタカー会社もヒゲ NG だったから、うーん、結構な数のバイトがこの段階で脱落すると思うんだけども、えー、まずヒゲはこのまま生やしたい。それでいて、なるべくだったらパーマもかけたまんまでいたい。結構身だしなみうるさいところ多いからね、バイトってね。なので、ヒゲパーマ OK のところって思って今考えてるんだけど、そうなってくるとおそらく裏方系の仕事になるか、 ラーメン屋とかかな割といラーメン屋とかそういう系のところは髪型とか、身だしなみ自由みたいに書いてあるところもあるので、うん、まあそういうところになるか。でも俺飲食店やりたくないんだよね。飲食店大嫌いだからほんとに。<laughs> 飲食店だけは本当に働きたくないっていぐらい飲食店苦手なので、の割に飲食運んでんだけどね。<laughs> その割に飲食運んでんだけど、ね。飲食店はちょっと苦手なので、ちょっと何のバイトをしようかなぁと。 えー、思いつつね、えー、ちょっとここで曲流しますんでね、曲の間で、ね、またコメントが来たらね、ちょっとね、チェックしたいと思います。で本日の曲行きましょう。ラルクアンシエル、ザ・フォースアビニューカフェ。はい、このままエンディングでございます。曲中、猛虎タンメン中本の話をさせていただいておりました。なんか、富屋のようにできるらしいので、ぜひね、オープンした際は、 私の地元、富谷に遊びに来ていただきたいなと思っておりますけども。えー、というわけで本日のこの、今夜も起こられる放送が2月の8日木曜日でございますが、この後夜11時から、えー、私がやっているもう一つの番組、プロレスの時間の再放送がございます。本日はゲストの方がいらっしゃいまして、えー、道の区プロレスの山谷りんご選手、今年初の登場でございます。えー、りんご選手にね、いろいろ、 あの、今年になってから結構ね、大活躍してるので、その活躍っぷりを聞いてみたり、あと新しいコスチュームのお話だったり、いろいろお話をお伺いしてますので、ぜひ皆さん、この後夜11時から 76.2MHz ラジオ3で再放送、プロレスの時間の方をお、えー、聞いていただければと。 思っております。よろしくお願いいたします。えー、そんなこんなでね、まだ寒い日もまだまだ続きますが、皆さんぜひ体調管理の方ですね、えー、十分気をつけていただいて、また来週元気にお会いできればと思います。ゴールデンライン木曜、直道のく、今夜も怒られる、ここまでのお相手は、お笑い集団仙台 T ーライーズ属のピン芸人直道のくでした。それじゃあみんなでー、飲み行く